協議してお願いいたします。早速ですが、本日の講演に移りたいと思います。本日の、公開講演は北海道大学電子科学研究所の科学科の優雅先生です。講演に先立ちまして高野先生の役歴を簡単にご紹介したいと思います。高野先生は2010年3月に筑波大学で博士理学の学位を取得されて、飛鳥先生のところですね。でその後2011年9月まで筑波大学の飛鳥研究室で博士研究員、そしてまた2011年10月から2017年3月までは京都大学物質細胞方向システム拠点のトップで拠点助教をされて、さらに2017年4月から現在まで北海道大学電子科学研究所の准教授になっておられます。研究はこれまで一貫として金属内部化学の物性や応用研究をされておられます。本日のご講演のタイトルは、次世代ナノ材料に向けた非同位金属内部プラテンの化学収縮です。それでは高野先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。皆様、本日お集まりいただきましてありがとうございます。北海道大学電子科学研究所の高野です。本日はこちらのようなテーマ、タイトルでお話しさせていただきます。一部内部プラテンを使っている方が多いと伺いました。それの、対比的には非同位金属と、タイトルをつけましたが、話は非同位がメインですけれども、そこから、それだけではなくて、このリチウムのエコにも応用、アイデア、応用できるものなど何か拾っていただければなと、幸いかなと思います。先ほどご紹介ありましたけれども、私、筑波大学の飛鳥先生のところで学位取りまして、でその博士時代に1年間、スペインのラサリオマット研究室に、留学してました。でここで C を受けるの、化学就職などをいろいろ学んできて、あとはヨーロッパの気質や、スペイン人の陽気な雰囲気や最先端の研究を学んでまいりました。でそのしばらく、また飛鳥先生のもとに戻って学位取って、卒業として働いていました。でそのスペインから帰国した頃に、多分ちょうど10年前にイデアルスターでこちらに伺わせていただいたのが最初のご縁のきっかけだと思います。でその後は京都大学で、京都大学では内部フラーレンもやっていたんですが、その他、フラーレンに限らず、フラーレンもですけれど、いろいろな、分子材料、太陽電池の材料になるようなものを開発して、それを細胞に入れると、で光を当てて何が起こるかというのを見ていくという研究もしてました。ですので私の研究としては、現在は日本学で、金属内部フラーレンのいろんな物性を、開発する、あとはそういったいろいろな、光調整材料、主にそういう細胞の光操作ですね、先ほどのタイトルがありましたけれども、それに向けた応用研究というのを、日本などでやらせていただいております。でその中で本日はこの金属内部フラーレンの話をさせていただきます。金属内部フラーレンですが、このフラーレンサッカーボール型の、物質の中に金属原子が中にいると、名前の通りですけれど、でそのこの中の金属のおかげで、例えば非常に変わった化学反応性があったり、電子的や、あと磁気的な性格、性質が新しいのが出てきたり、あとはそもそもこの中の金属がこの壁に覆われて外からタッチできませんので、非常にありえない状況に金属あるいはイオンであると、これを使っていろんなものにできない、利用できないかなと、いうことで、興味が持たれている物質です。でこちらの周期表に示して色付きのものが、これまで、このフラーレンの中に入るよということが報告されている、原子、群であります。で、私の今日の主なテーマの非同位というのは、この辺り、周期表で由来産物の、ものになります。でまず、一つは今日のテーマ、化学収縮、化学反応について、話しさせていただきます。で金属を内包したフラーレンの、化学を話す上で特に、特徴的なのが、これがもうできた後の金属内包フラーレンですけれど、そもそもバラバラに見てみると、実は電子を分けたがっている金属と
と電子をもらいたがっているフラーレンが合わさったものだ。その結果フラーレンケージの上には少し電子が多めで、で中の金属はだいたい陽イオンになっていると、そういうことが起こるとあります。ですのでエネルギー的にはこれが安定しています。ただし、実際電気学的にもうちょっとちゃんと見てみますと、例えば代表的なランタンと C8 と言われるフラーレンの図がこちらで、まあ、その他のものについても値を示しましたが、これ酸化還元電位を予選換算で示したものですが、C60 からのフラーレンですと酸化電位は 1.2、還元電位はマイナス 1.1、 これと比べて、ランタンの内包したこちらのフラーレンですと、この辺りより、まあ、すごくざっくばらんに言ってしまうとより0に近くて、つまり今酸化側では酸化しやすい、電子もありやすい、還元側では電子もらいやすい、つまり電子を上げたりもらったりしやすい、平たく言うといろんな化学反応をしやすいという特徴を持っています。ですので、世の中には、多く CO2 の研究、化学収縮、化学反応の反応も、多くありますけど、それらとは全く違う化学反応、全く違う分子の形とか分子変化などが期待できるというのが金属内包フラーレンの一つの特徴です。でこちらには、これまでに報告された、金属内包フラーレンの化学収縮体、そのX線の検証法と解析、示しました。中には金属種も様々ですし、外側についているものも様々であると。でなぜ化学収縮をするのか、まあ、こういうことは外側についてただ形が変わって楽しいからというわけではもちろんございません、例えばですけれど、こちらには、このような、金属内包フラーレンに対して、これはポリフィンでしたね、を、くっつけます。そうすると溶媒を変えることによってフラーレンが電子をもらったり、電子あるいは溶媒が電子を上げたりと、それでもらったり上げたりする性質がスイッチングするということも報告されています。一般的に C60 が太陽電池材料なのでよく研究されていますが、その場合 C60 が電子をよく受け取ると、それだけが注目されています。で実際その通りなんですけれど、それが金属の中に入ることによって受け取るだけではなくて上げたり、もうだいぶ空のフラーレンが違う挙動を示し始めると、そんなことが、このプロフィールの部分をくっつけ、化学収縮でくっつけることではあります。あとは、こちらも、有機太陽電池の応用として、フラーレン単体では溶解性が、少し低いことが知られているので、ちょっと速さをつけてあげることによって溶液プロセスをしやすくして、有機太陽電池を使ってあげるとただの PCBM よりだいぶ高い値が出ると、そういうことが報告されていたり、あとこちら内容の応用ですけれど、中にガトリニウムを入れますと、非常に、水分子の緩和時間、MRI の緩和時間を短くする、感度を良くすると。ですので MRI の増冷剤として使えると。しかも素晴らしいことに、このガトリニウムが炭素によって覆われているので、よっぽどのことをしない限りはそれ出てこない。だから中の筋肉、ガトリニウムちょっと毒性あるんですけど、その毒性をほぼ気にしなくていい、そういう閉じ込め効果、内容的には毒性を抑えられる閉じ込め効果というのも期待できます。でもちろんこれ単品では水には溶けませんので、水に溶けるために、新しくシャンプーをつけるというのも化学収縮でできると。つまりこういうふうに化学収縮して、ることによって新しい機能をいろいろつけることができると。また別の例ですけれど、こちらランタンが2個入った C80 というフラーレンです。こちらの分子、絵にするとこんな絵なんですけど、実は室温ではこの中の金属がもうぐる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 もうランダムに回っているということが分かっています。ランダムに回っています。でこのランダムに回っている動きをちょっと人の手でどうにかできないかなということを考えた方が私の先輩にいました。で、まずは理論計算、実際にはものは作られた理論計算で計算してみたところ2つの可能性があると。新しくこういうものをつけると、これ何もつけないとぐるぐる回ってるんですが、新しくつけるとこの位置で止まる可能性もあるし、あるいはこの位置で、止まるって言い方がしいですね、この位置だけで2次元に回転する、こっちはランダムなんですけど、ここはもうこの向きだけで回転する、あるいはこの向きだけで回転する、この2つの可能性があるとい
ということが示されました。で、実際に、これを有機合成によって、作ってみて、構造を解析したところ、このような構造が得られまして、実際これをつけるとランダムに回ってた金属がこの向きだけに固定できる、まあ、実際この向きで回転していくという中の回転の向きを変えられるよということが分かりました。でこれが何に使えるか、まだ実際何に使った例はないんですが、例えばですが、こういう部分を、まあ、分子モーターとして考えたら、これランダムに回ってたら使えないですけど、その向きを、ある程度制御できたら、まあ、分子モーターというか発電機というかイメージですね。そういう中の金属の動きを変えることが化学収縮、その場の化学収縮によってもできるということが分かります。で、今示したこちらの向きだけではなくて、また別の置換器つけますと、こういうふうに斜めに止めることもできる。つまり置換器とその深い位置、置換器の種類と深い位置で、金属の中の金属の状態を外から変えられる。これも化学収縮の、一つの有料なアプローチです。はい、これからやってみて。で、なんで金属の場所が変わるのかという話なんですけれど、実は、静電ポテンシャルによって決まるということが理論計算で分かっております。この例えばこの分子、ランダムと C8 に書くんですけど、形式変化ではランダムは3プラス、C8 には3マイナスになっています。ですので、3マイナスの部分、C8 に3マイナスだけを取り出して見てみると、こちらのような図になって、この部分にプラス電荷を持ったものはとどまりやすい。という、計算結果があります。で実際、この分子の、プラス電荷の方はこの部分にいると。一方こっちの、分子と同じことを、していますと、この赤い部分だったらどこにでも入れるよと。なので結局この2つの分子が実際に質問ではもうぐるぐるぐるここ回っていると。このように静電ポテンシャルによって決まる。でこの静電ポテンシャルが化学収縮外側の何か時間に強いことによって制御できる。それで、中の金属の状態を変えるということができます。で、化学反応性についてなんですけれど、こうフラーレがあったときに、フラーレのどこにでも好きなものをつけられると理想的なんですが、現状ではそうではありません。現状では、フラーレの上部分にマイナス電荷が、多く、こちらに静電気が多いということが分かっておりまして、実際、吸電子的な反応をさせると、上側に置換器ついて、嗅覚的な反応をさせると、下側に置換器つくということが分かっています。ですので、もう理想としては、好きなところにつけられるような、化学反応方法の開発というものも求められている現状です。で、本日のお話、こちらの、中小の中で、軌道類のお話をさせていただきます。で、軌道類はこちらに。示した、原子になります。で軌道類という名前なんですけれど、全然マネじゃありません。レアアースメタルって言うんですけどは、ノットレアです。軌道類ここに赤で示しました。でこれ縦軸が地球の、地表に存在する原子の、元素とか、この量なんですけれど、一番多いのは、ケイ素や酸素なんですが、軌道類と言っても実際はこの辺りで、銅やニッケルなどの金属と同じぐらいの埋蔵量があると。で一方、貴重だと知られている、金やプラチナなどは、まあ、この辺り、もう3、4桁、埋蔵量少なくて、まあ、この辺り貴重なんですけど、軌道類と言いますけど、実はそんなに貴重ではない。だから研究に、例えば自己コストはそんなには変わらない。そこが一つのメリットです。それで私の研究の最初はこのランダム、原子を内包したフラーレについて各種の化学反応法の開発などを行いました。でこのランダムを内包したフラーレというのは、今も他で、ね、もしかしたら、まあ、コスト的にも有利な面が若干ありますし、あと内包フラーレの歴史的には人類が単利をした高い純度で実際手に入れたフラーレの最初の例がランダム内包フラーレであるということで知られています。で、私の研究の内包フラーレの作り方はアーク放電法というもので作ります。このような、真空放電管で、この中に炭素ロッドを入れまして、中を、真空にしまして、高い電圧をかけます。すると、アーク放電というのは蛍光とか光る電光なんですけど、放電が起こって、
その結果この先の温度が2000度以上になります。によって、炭素ロットランタンに入った炭素ロットが蒸発してそれが冷えていくときに自己集合的にできるとそれを見せ作っています。で自己集合的に作るので実は、この放電させた後の、黒いススが取れますけどそれは混ざり物です。で一番多いのはやっぱり C60 ぐらいの炭素同士が、一緒に並びたくなりますので C60、まあ、他のチャラフラーでもありますけどそんな中で、ランタンがちゃんと入った、ものもいると。でその中で比較的多くできるのがランタン C82 という、内包フラーレンです。でこのような混ざり物を、液体クロマトグラフィーで、生成して、まあ、これを単品して私の研究では使っています。で、なぜランタンと C82 を使うのか先ほども少し言いましたけど、中の金属は電子を当てたがる外は受け取りたがる結局、ランタン3プラス C82 3マイナスという定時電荷を持った状態で安定化するんですがこの状態でちょっと見ていただければ分かりますが奇数になっています。つまり電子のスピンがいる常時性分子、ラジカル分子一般的にラジカル分子って反応性がすごい高くて、すぐに何か反応しちゃってなくなっちゃうんですけれど、このフラーレンの場合は実際電子スピンが外にいるんですがフラーレンケージの広い環境や構造によって広く強極材化しても電子スピンがいろんなところに存在できる。それによって安定化された結果、そこまで反応性が高くない。実際、溶液中で、酸素さえ脱皮しておいておけば、もう数ヶ月持つという非常に他に類を見ない安定なラジカル物質となります。これは実際に、ESR 電子スピン表面の測定や、まあ、色計算などからも確かめられております。電子スピンが1個だけ炭素の関係そのような、こともありまして先ほども言いましたように、酸化電位が低かったり還元再エスだったり非常に反応性が高いものであります。で、最初の例は、このランタン C82 についてのラジカル反応性、まあ、ラジカルとしてはすごい安定だと言いましたけど実際ラジカル反応が起きるのもいないかということを初めて明らかにしました。ランタンと C82 を使った化学反応というのはこれまでいろいろ報告されておりましたがそのどれもが、極性反応ですね。給電子的だったり嗅覚的だったりした反応を使った報告例でした。ですが私が今言いましたようにこれにはスピンがあるだからこのスピンは反応するはずだどういうふうに反応するかというのを検証しました。スピンとしてはもう実際のシンプルラジカルを発生させたら何ができるのかそれを見ました。で、化学反応のスキーマはこちらのようになってまして大事なのはランタンと C82 をこれトルエンなんですけどトルエンに溶かすでトルエンに溶かすと同時に、ラジカル発生剤を入れますとこのトルエンからベンジルラジカルができましてそのベンジルラジカルがこれと反応するで結局こういうものができます。1pH で反応追跡しますとまずこれ何もしないもので熱反応ですね。で加熱2時間後新しい菌が出ます。で2時間後この辺りに新しいものができたというのが分かりました。でこの新しいものを3段階、4段階の液体クロマトグラフィーによって生成してそれぞれ管理することに成功しました。そうすると、すみません5種類エッドができました。で、ただ5種類のうち1種類は非常に収量少なかったので、その後ちゃんと構造決定できたのが4種類です。4種類のものが構造決定できました。これ、マス数や ESR 測定や、あとは、ネグラ測定が、確定しました。で、この4種類なんですが、実は、個人的には僕は思ってるんですけど、すごいことでして、このフラーレン、まず炭素は82個あります。なので、反応する可能性のある炭素としては82個ある。だから、実際分子対称性は C2 対称、少し対称性いいので、実際24個の非等価な炭素、まあ、24個以上の付き方があると。ですが、結局得られたのは4種類か5種類か、非常に選択、少ない。一般的にラジカルカップリング反応ってすごい選択性が高すぎまして、それを制御するのはなかなか大変なんですが、
このラジカル反応は何やら選択性が高いということがまず分かりました。これについてまず理論計算で検討しましたところ、これは、まず次電子に、各酸素のスピン電子率を縦軸にとって、横軸が POL に加えて、パイオプラーミラーペクサーがないしといいますが、平たく言うと、どれだけ各酸素がとんがっているか、とんがっているところほど反応しやすい、とんがっているこの値が大きいほど反応しやすい、つまりスピン電子が高いところ、あるいはとんがっているところが反応しやすいはずだろうということで、このプロットを作りました。でそうこれを見ていただくと、非常にこの値が高いところがあると、この値が高いところがある、ここが反応点だったらいいなということが、理論計算からまず初めに示唆されました。で、実際、単結晶を頑張って作りまして、構造解析をしていますと、確かにその部分に、物がついた、化合物剤で、ちょっとこれベンジル、ベンジルの機関菌ではなくて、もうちょい単結晶を選びやすい機関菌したんですけど、それが得られたと。で、確かにくっつくサイトは、先ほどの計算の、この値の高いところで、ということが分かりました。つまり、この両者の値、そのバランスの詳細は分かりませんけど、両者の値が、バランスよく高いものが、ラジカル反応の深さになるということが、この結果から分かりました。また同時に、先ほどまで、極性反応、急電子反応や急核反応だと、普通、ランダム CRT に加えば、メガチ高いにしか近づけられなかったんですが、ラジカル反応を使えば、横にもつけられるということが分かりました。でこのラジカル反応、以上のようにして、ランダムと CRT については、そういう比較的選択性の高いラジカル反応ができると。あと、どこに近づけがつくのかというのも、ある程度、理論計算で予想ができる。つまり、人の手によってどこか新しく機関つけたいなと思ったときに、このラジカル反応は横につけたいときには使えそうだということが分かりました。でさらにその後の研究によりまして、このつける際の機関機によるんですけれど、加熱をすると、ベンジル機の場合は、40% 程度これが回収できる。また機関機変えて、少し外れやすくしてあげると、96% かなり高い。周率でこれが機関機が外れてこれになるということが分かりました。つまり化学反応を使うことによって最初は上位してスキンがあったもの、それでベンジ、ラジカル確認反応によって、反時性というスキンなくす、さらに熱をかけて熱反応でまた上位性を戻すという時制のスイッチングもできるということが分かりました。これがランダムとシアチル2の、初めての、ラジカル反応についての、結果であります。で、また、別の、これもランダムとシアチル2なんですが、フラインというのはこの分子の形状の対称性によって大きく性質が異なります。でこのフラインも確かに中にランダムで外側は炭素82個なんですが、その、先ほどのアンプ4での自己集合化の仕方が少し違う、少し違った兼ね合いから、先ほどとちょっと違う形をしています炭素形状 CS 対称という対称性を持っています。でこの CS 対称炭素の形状対称性が変わるとまた化学反応も大きくガラッと変わります。化学反応だけではなくていろんな性質がガラッと変わります。これもこの中と外の距離によっていろんな性質がチューニングできるというのも内包フラレの当時の内包フラレの特徴です。で、こちらの研究では、このフラレについて、プラトー反応という一酸双極子反活反応というものを試みました。持ち主はこのようなものですけど、結果としてはこちらのような機関機がつくということが期待される反応です。で、C6 では非常に、よく用いられている反応なんですが、私の研究の場合、ランダムとシアチルのこのフラレについて、これの反応を行いますと、狙った機関機もつくんですけど、結果を先に言ってしまうと水素も1個つくと。で、これ反応追跡が HPLC やマスなどからまずその存在を確認されて、これについて液黒で、きれいにした後に NA バンドを測りました。そうすると確かに見慣れないピーク、どっかに水素が1個ついたピークがいるなということが分かりました。
で、これ二次元レンガのところでもやっぱりどこかに水素が1個ついている。だから水素がついているのは間違いない。で、なんでこれがついたのか、あとはどこなのかということが、有機構成、そういう分子を、まあ、有機化学反応によって分子を狙って変えたい人にとっては、ポイントとなります。で、これについて先ほどのスキン電子と、POAV の値について検討しますと、まず何もしないこの状態でも C3 というものは量子が比較的高い、ここの場所は何か反応性が高そうだということが分かりました。で、ただそれだけではなくて、クラウド反応、H3相続子の感覚反応した後について、各炭素の反応性について調べてみますと、これがつく前よりさらに反応性が上がる、値が高くなって反応性が上がる、スキン電子が上がって反応性が上がるということが示唆されました。で、示したいんですけど、NMR などの、もうちょい詳細な解析から、この位置に水素がつくのが妥当であると。つまり、この反応は2段階、ここに近づいて、その反応性の高いところに水素がついた。で、この水素どこから来たのかということになりますが、先ほどまでの反応では溶媒にトルエンを用いてましたけれど、溶媒、対象実験として溶媒に OECD5 ジクロリメンで、水素を与えなさそうな溶媒を使ったところ、どうやらこちらはできたけど水素の付加体ができない。で、しかもこちらの付加体は何かが不安定ということが分かりました。ですので、ここからまず水素の元はトルエンだった。溶媒を選ぶことによって水素がくっついたものをちゃんと手にすることができるし、溶媒を選んだら違うものができそうだということも分かりました。この中にも金属のナイモフラーレがかなり反応性が高い、特徴的である、というあと同時性だと対象化学の反応ができそうだと、そこら辺を反映した、ユニークな、化学反応の特徴です。で、最後に、この水素がついたで何が嬉しいのかというのは、ちょっと科学者として何が嬉しいのかというなんですけど、これについて酸化還元レインを測ってあげますと、水素由来の、酸化レインというのは非常に低い、ほぼ手汚染換算0に近いと、非常に水素が酸化されやすい。つまり、ここに水素をつけることによって、さらにここだけを狙って新しいものがつけられるということが分かりました。これまだ、総合性だろうかなと発表したいんですけど、科学者にとってはもう元々は真っさらでした。これを狙ってどこかに狙ったものをつけたい、それが一つの、モチベーションですので、ここに水素がついているというのは一つ大きな特化解でしたということで、化学反応としては範囲が高いものを見つけました。で、ここからちょっと化学反応ばかりで退屈されている方もいるかと思うんですけど、このナイフォーフラーレン自体の面白い性質をうまく使っていきたいというお話をさせていただきます。先ほどまではランタンを入れたフラーレンの話でしたが、ここからはセリウムを入れたフラーレンの話となります。で、セリウムというのは周期表というところのランタンの隣にいます。ですので、非常に性質としてはランタンに似ています。で、また一方、先ほどと同じように地表の埋蔵量ですけれど、ヒド類の中で一番多いです。ですので、もしも実用化した際にそういう原料のことを考えた場合にコストが比較的安く済むというのもセリウムの特徴です。で、こちらは先ほどまでのランタンと白石の色だと中の金属が電子を上げたらで、その結果安定するという絵なんですけれど、セリウムの場合 F 電子、 F 軌道の電子が一つランタンより多いです。ですが、結局似たようなことが起きまして、 F 軌道以外の電子は3つ、フラーレン形式が移る。で、奇数個なんでその場合は電子スピンがいる。しかし、この F 電子は依然としてここにセリウムに残ったままですので、こことここ、フラーレン形式の中両方にスピンがいるという状態になります。なので、こちらのランタンとシアチミンでは期待できない時期的な性質、例えば単分子磁石、かわいいすぎですけれど、そういう分子レベルの磁石のような動きが期待できるというのがセリウムアップシアチリの面白いところです。で、特に、磁気微方性と呼ばれます磁気モーメントの向きが実はこの中で定まっています。
というのは、最初に申しましたが、このフラーレ炭素ケージの中では金属の場所は固まっている。しかも実はよくよく見てみると、場所は固定されているだけじゃなくて、向きも固定されている。もう少しで見ると、磁気モメントの、磁気測定モメントの向きもちゃんと固定されているということがわかります。で、これがありますと、ここを起点として距離と角度に依存して磁気作用というのが変わります。簡単なイメージで示しますと、このような感じになりまして、距離が解けば解くほど作用は危険になるんですけど、距離だけではなくて向きが違うと磁気作用も反対になると。このような磁気移行性というものを示します。これがこのセビウム88の興味深いところです。で、私の研究の場合は、まず第一点としてましては、昔の50年前の研究になりますけど、これについて化学反応して何かをつけた人がいなかったので、まずちゃんと反応が進むのかというものを確認しました。で、反応スキーマはこちらの通りで、もうセリウムというのはランダムシアチンの隣に、ランダムの隣にいますので、ランダムに非常に似ているとは言われていました。なので、ランダムで行われた化学反応をそのままこれにセリウムに、アトシアチンにやってみましたところ、もう予想通りランダムアトシアチンと同じような化学反応性を示しまして、2つの機関について2種類のものが選択的に取れました。で、これについていろいろな構造を決定して、最終的には単結晶を取って、このように構造を決めることができたと。ですので、ここまでの結論としては、ランタンと C82 とセリウムと C82 には化学反応性法を同じと。で、ここからセリウムと C82 には先ほど磁気移行性があると。そういう特殊な分子レベルの磁気の効果が見れるはずだと。ということを記載して、まずは NMR を測りました。ただし NMR を測るんですが、この炭素系に先ほども言いましたように電子スピンがあります。ですので、常時性ですので、常時性のものはそのままではちょっと NMR が測れない。測れないってことですね。もうシグナルがブロードしすぎて、シグナル見えない。ですので、これを、電気化学的にちょっと電子をその前にもう一個上げて、ペアにしてあげて、NMR を測りました。そうでしたらこのようなバルク電解質でして、ちょうど電子が1個入るような電位で、電気をかけてあげる。で、攪拌すると、セリウムと C82に関するようなものが自動的に味わうようになる。で、これについて NMR を測りました。で、NMR を温度を変えて測ると、温度によって、先ほどの磁気移行性というのは、温度によって効果、大きさや、効果が変わります。で、こちらのスペクトルを見ていただいて、一番分かりやすいのはこの辺りのシグナルなんですけど、温度によって、変わっていくと。あともう一個、これ、こちらのシグナル全て炭素ケージに炭素を払っているんですけど、あるものはもう 0ppm よりさらに高磁場領域に出ると。この辺りがその磁気移行性の効果がまず垣間見えた、という結果です。この磁気移行性についてもう少しだけ、述べますと、そもそも NMR の、シグナル、化学シフトというのは常時性の項がありまして、これはこのような化学物質だったんですけど、さらに、磁気移行性の、ものをシフト、こういう温度依存的なシフトを、出すものとして、フェルミコンタクトシフトと呼ばれるものと数度コンタクトシフトと呼ばれるものがあります。で、フェルミコンタクトシフトは基本的にはこれ、フラーレの上部分だけ撮ってきた絵なんですけど、これ、セリウムで。フェルミコンタクトシフトっていうのも、非常に近い距離じゃないと効かない。ですので、これぐらいの距離ですと、ほぼ効かないと。で、数度コンタクトシフトが最適であるということが、ちょっと今日データをお示ししたいんですけど、いろんな解析から分かりました。で、その数度コンタクトシフトを見ていただくと、このような式になっております。式と、好きな方、嫌いな方いると思うんですが、大事なところは、何やら角度と、距離の参上に依存する。このシフトの大きさは。もっと平たく言うと、例えば近ければ大きなシフトが見られる。で、これを
すごく大雑把な絵で表しますと、まあ、このような感じで、まあ、先ほどの絵でも表しましたけど、そういう距離と角度に依存して、効果が得られるということが分かりました。で、セリマンと東ウィーンの磁気縫製は、まあ、このような向き、磁気面と向き、このような向きを持っているんですけれど、化学反応すると、このシグナル詳細に解析すると、化学反応するとどうやらこの軸がちょっとずれると、向きがちょっとずれるということも分かりました。それでもう少しこの磁気縫製について細かく検討しました。で、今回の化学反応によってもこのような磁反比をつけたので、この磁反比、水素があります。この水素が磁気縫製に、このセリムガルの磁気モーメントか、磁相性を感じてどう変わるのかというのを少しプロト NMR から、調べました。で、こちらはプロト NMR の結果です。この、プロトンですね。そうするとシグナルこうなるんですけど、まず一つ、見慣れない点は全て見解指数のマイナスであると。というのは、まあ、このような武器でセリウムから比較的近いので、非常にここから影響を受けている、このセリウムの F 電子のスピンから非常に影響を受けているので、もう全て非常に大きく高磁場シフトしている。ただ高磁場シフトしているんですが、あるものは非常にもうマイナス 15ppm、 ただあるものは、まあ、マイナス 3ppm と少し穏やかなシフト、すごい大きなシフトがあるということが分かりました。で、これをもうちょっと詳細に検討しますと、もう距離に応じて、そのシンプルに距離に応じてこのシフトが変わると。近いプロトンは大きくシフトしている、これシフトの度合いをプロテスタントなんですけど、で、遠いプロトンはあんまりシフトしない、まあ、あんまりといってももうすでにマイナスっていうんですが、なのでこの先ほど示しましたこの数式の角度と距離に依存するという、この距離の部分を非常に強く反映して、ここの部分は NMR のシグナルを出すということが分かりました。つまり言い換えたら、このセリウムがセリウムからの距離を、プロトンの距離を教えてくれる、距離のセンサーになっている、セリウムが距離のセンサーになっているなということが分かりました。ここまでが、一つの研究です。で、距離が依存性は分かった。でもこの項っていうのは距離とあと角度、セリウムからの相対値にも依存するから、この両者をうまく使ったら、セリウムからどこに水素なり他の物質なりがいるかが分かるじゃないか、こういうロケーションが分かるような、位置が分かるセンサーとして使えるのではないか、そういうナノセンサーとして使えるのではないか、と考えました。これは同じ、スライドですから、先ほどは距離の依存性を見ていた。ただ実際は、磁気縫製のイメージとしてはこのように距離にも依存しますが、セリウムからの相対位置も依存する。なんで、これを使ったら、セリウムからの場所を特定、外の周りの原子やプロトンや場所位置を特定できる分子センサーになるんではないかと考えました。で、それをどうやるかというアプローチなんですけれど、僕は化学修飾を使いまして、このフラメンのいろんな場所に、まあ、それぞれ一つずつなんですけど、いろんな場所に磁反比を置いて、それを、細かく NMR を取って比較したり、いろんな解析をすることで、そういう位置を探るセンサーとして働くということが実証できるのではないかというところが研究を始めました。ナノレベルの新しい材料ですね。そして、ならないかなというのがモチベーションでした。で、いかにして、まあ、いろんな場所に磁反比を配列するか、あとできれば、まあ、同じ種類の磁反比の方が NMR の種類になる話なので、やりやすい。それでどうするかという話なんですが、これで先ほどまでの話、一つの伏線回避になります。このフラメンの場合は、一般的な吸核反応や吸電子反応だと、上や下しか磁反比をつけられません。で、上か下かだと、上と下も同じような効果を示してしまう磁気表征なので、ちょっとそれでは都合が悪い。なので、先ほど言いましたラジカル反応だったらいろんなところにつくと。なのでラジカル反応を使うと。さらにラジカル反応のいいところは、反応した後のものが
すぐに MMR が測れます。そのバルブ展開なので何も化する必要はないと。なので、モデル分子としては最適だろうとして、こちらのような化学反応を設計いたしました。で、光反応の、ラジカルカプリング反応によって、このような光環境をつけると。ただ、まあ、最初つけたクルードの時点では、どこについたかは分からない。で、反応追跡の HPLC はこのようになっていますが、光照射する前は、水分と光がここにあって、光照射後はこれが減って、ここに新しいものができている。で、この新しくできているものを、液体クロマトグラフィーによって、生成しました。生成の、データを飛ばしますが、結果としては4種類のこれが1個だけついたものが分かりました。それでそのものについて NMR をいろんな温度で測った結果がこちらになります。ちょっと急にいろんなデータをお示ししてちょっと見づらくて申し訳ありませんが、それぞれ4種類のものが管理できたと。4種類の1負荷体が管理できたと。それがそれぞれになりますが、そのプラトン NMR の値がこちらです。で、よくよく見ていただくと、温度が低い方から高い方に、示してありますが、あるものは温度を上げていくと左側にシフトしていって、あるシグナルは温度を上げていくと右にシフトしていく、あるいはこちらのシャンベルだと全ては右にシフトしていく、あともう少しよく見ていくとこのシフトしていく度合いも異なる、仕組みによって異なる。これはつまり、そのセリウムと C80N の周りのどこに置換器がいるかによって、その引き本性の効果が変わるということを裏付けている結果です。それでこの絵にしてみますと、置換器がこの赤いあたりか、この赤いあたりにいたら、こういう左に行くシフトを見せて、それ以外の場所にいたら、こちらのシフトを見せる。さらにこのシフトの度合いというのはこれからの距離に寄っていると、それを示しているデータです。なのでまず最初の目標であるいろんな場所に置換器をつけて、それぞれ異なる磁気本差を見るということについてはこれで成功しました。で、大事な式はこちらに先ほどから示していたこちらの式になります。いろんな場所に置換器をつけることにはとりあえず成功したと。で、これを使って最初の目標は、そもそもこれからのこの位置を同定できないか、そういうセンサーに使えないかというモチベーションでした。で、これを使って、さてどうしましょうという話です。ここからはさらに少しマニアックな話も混ざっていくんですが、まずは、幸運なことに、4種類管理したもののうちの1つから単結晶を選びました。単結晶を選べて構造、単結晶構造こちらのようになってまして、で、置換器がついた位置を見るとこちらのようになります。こちらというのは実は先ほどのラジカル反応で、屈線構造を示したやつと同じで、ここの位置がつくということはもちろん分かっておりました。さて、この、今回の研究の場合は、ただ合計4種類の一負荷体を管理しました。だから残り3種類はどこについているんだろう。これが先ほどの磁気放線の違いからどこについたかっていうのが決められたら、それが位置センサー、ロケーションセンサー、そしてこれが働いたっていう実証になるんではないかと考えました。これについては、まずは、この負荷域について反応性を理論計算から、検討いたしました。で、理論計算ですと、やはりこの単結晶を選ぶと思うんですけど、この位置が一番スキン密度が高い。であと、実際にできたこの化合物の安定性について考え、検討しても、そのできたものの安定性も高いと、そういうものができると。で、その他、まあ、スキン密度が高い場所がありそうだと。 C18、C9、C14、ここが、まあ、残り3種類の不快値の可能性は高い。ただまだ証拠はありません、この時点は。なので、その証拠を NMR 存在の HT4線のところから、サポートしようとするのがこれからの話です。戦略としては、
こちらのようなものになりまして、一つの化合物についてはもう関係者を得られている分子構造が分かっている。でその分子構造と NMR の、NMR スペクトルでそれが基金本性とどうやって収束するかっていう子孫の場合が分かっている。だからこの2つの相関をしっかり明らかにすることによって、まあ、他の化合物、他の不可体の機関との場所を同定するようなモデルが作れるはずだということで、そのモデルを作るのがこれからの話です。で、最終的にはそのモデルと実際に実測された NMR の、温度依存的なシフトを合わせまして機関との深い基礎を決めてやろうと、しました。ここでキーポイントになるのがやはりこの、数度コンタクトシフトのこの式でありまして、でまずこの式は先ほどとちょっと記事上を外に出しましたけど、このように書きますとこの温度の事情に反比例して、あとこっちはほぼ定数だということが分かります。これが何を意味するかというと、例えば、T のマイナス事情を横軸に取ってあげて、こちらに化学シフトを取ってあげて、各温度のシグナルについて、例えば青だったらここなんですけどをプロットしてあげると、でこれをプロットしてあげると、近似直線が引けます。でこの近似直線を引いたときにこの傾きっていうのがこれに丸々当てはまると。でこのでそれがそれぞれの、シグナルについてそれぞれの機関のプロトについて、行えると。でこのスロープっていうのがこの距離と、角度を表すこの部分、大事な部分を表している。このスロープというのは、セリウムからの相対、平たく言うと相対位置ですね。プロトンの相対位置を表す大事な情報であると。ですので、これをまず重要視しました。で、次にこの式なんですけれど、この式について、セリウムからの距離と角度、で、セリウムからの距離というのは非常に簡単に一時的に決められるんですけれど、角度、一言で言っても角度を取る場合の元の軸はどこに取るのかっていうのが、大事になります。で軸っていうのはもちろん、自由気候に取るわけにはいきません。例えば何にも機関をつけていないただ丸いままのセグマとシガチウの場合は軸はこの縦の部です。で角度っていうのはそこからの角度になるのでシンプルです。ただ化学修飾した後はこの軸がそのままいるのか、果たして傾くならどうかなのか予想ができませんでした。なので、いろいろ検討しました結果、こちらに示すんですが、まずこの青いものが機関ついてない段階の、元々の軸、縦取った軸、これはセリウム、黄色いのはセリウムから機関の付け根に取った軸、これはなんとなくフィーリングで考えました。であともう一個、理論計算からこのセリウムの周りの非常に局所的な電波の方向というのを求めることができまして、学者の計算から。それによって、その局所的な電波の方向、それが磁気分野と想像するだという予想からなんですけど、この3種類についてまず検討しました。で、この理論計算によって得られたこの軸っていうのですけれど、このフラーメンだけではなくて、このネイチャーケミストリーに報告されてこういう分子があるんですけど、ディスクロシウムの作材で、この論文で彼らもそういう磁気放射について述べておりますが、彼らはまた別のアプローチで磁気放射について、検討してました。その磁気放射の向きと、今回のガウシアンスパーカー局所的な電波の方向というのが見事に一致する。何が言いたいかと言いますと、このガウシアン計算によって得られる軸っていうのは金属内放フラーメンじゃなくてもあらゆる機動力のそういう機器を表すのに使えそうな反応的なものだということをまず見出しました。それに、これによって、この式の、アングルをどう取るかということが、決められそうだということが分かりました。ただまだ実際に金属内放フラーメンに、その軸を使っていくかは分かりませんので、ここから検討をしました。で、まあ、この、スライドに戻りましたけど、大事なのはこのプロットから得られたスロープですね。このスロープ、でこのスロープの値を、
横軸、この前軸にしまして、実際プロットしました。で、オブザーブというのが、実際エレマンで測定できた、もの。で、その他は計算値です。で、計算してあげると、例えば、先ほどフィーリングで撮っておりましたけれど、セリウムからこの付け根に取ったこういう軸をもとに、こう、時期方正計算すると。この軸を、起点とした角度で時期方正計算すると、このようになって、実際に測定された値と全然違うということがわかります。ですので、この黄色い軸を足した。で、次の段階としては、この青か赤が候補として残っているんですけれど、青と赤について、比べました。正直、もう人が見た程度ではほぼ同じような問題になってしまいました、この場合。ですので、まあ、人のフィーリングで決めるわけにはいきませんし、いくつか、統計的な検討を行いました。その結果、この、ピアソンズの、係数と、あとキーバリュー、キーデシスのキーバリュー、この2つを組み合わせることによって、どれが正しいか、どれがこの実測の黒に近いのはどれかというのが選べるということを見出しました。例えば、このジャストンズの係数が、オリジナル、これが 1に近ければいいんですけど、先ほど全然検討違いの値出した頻度では、マイナス1全体と。P バリューというのも1に近ければいいんですけれど、これはもうキーワードも全然問題外で、ただ一方赤とオレンジ、赤と青は似通っている。ただ実際にこの P テストを行ってもうちょっと少し詳しく見てあげると、キーテストは1に近ければいいので、この赤い軸、先ほどのガウシオの理論計算で取った軸、曲層、テンバーこれを相当すっていくっていうのが、非常にいい位置をこう実測値として、与えるということが分かりました。まとめますと、この2つの時計的な方法を使うことによって、あとそもそもこのプロットを作って、この2つの時計的な方法を使うことによって、この EF、 この赤い軸が最も妥当であるという結論を得ました。で、ここまでが実測値なんですけれど、この実測値と、あとこのコード全体を理論計算で、分子モデルにしてしまって、それで、検討したとき、つまり、理論計算で予想した構造っていうのは、使えるんだろうかということを、行ったものがこちらです。で、理論計算の構造だと実際のこの構造より少し変わるんですが、先ほどまでは、半結晶の構造、こちらは理論計算の構造で、実際単純結晶の構造と理論計算の構造は少し変わるんですが、それでも依然としてこの2つの統計、学的な方法を使うと、ちゃんと、理論計算した構造でも、いい値が分かるということが分かりました。ここまで、長くなりましたし、少し、こんがらがるような話もしてしまいましたが、元、まとめますとこちらになります。もともと HD という、課題については、分子構造が X 進んで分かっていた。NMR の、実測値も分かっていたし、シフトも分かっていた。で、そのシフトから、そのスロープですね、スードコンタクトシフトの、大事な方のところの傾きっていうものが出せたと。で、あと、理論計算は、そういう、サイクリック構造を得るのにも使えるし、あと軸、時期方正の軸を取るときにも、その基準となる軸をちゃんと理論計算が与えてくれると。あと最終的にそれらを、チョイスするには、ピアソンズの係数と、キーバリュー、キーデスのキーバリューというものを使えば、人の意を介さずに、客観的に決定できる。こういう3つの指針を得ました。この3つの指針を、これから、まだ置換器の場所の分かっていない化合物、この3種類について使おうということを行いました。で、行ったこととしては、先ほどの手順とほぼ同じなんですが、こちらのように NMR が取れていたので、
その NMR の信頼から横軸は金のマイナス2乗、縦軸はケミカルシフトでプロットして、こういうふうに金直線引いた上で傾きを数値化したと、傾き、この傾きの数値というのはセリウムからの距離と角度を含んでいる情報で、それを縦棒グラフに表したのがこちらになります。で、このようにしますと、もうそれぞれの位置負荷帯によってその数値がまちまちだということが、お分かりになるかと思います。で、先ほどの実際の NMR と、見比べますと、例えばこの 1E というのは全部棒グラフがプラスに出ています。プラスに出ているというのはシフトが全部青い方向に行くと。で、他のやつは青い方向に行くやつは赤い方向に行くやつ、両方行くと。この方向やその度合いが、まあ、このバーグラフによって表されているということです。で、これについて、実際セリマンの C82 は、反応点が非常にいっぱいあります。で、それぞれの全ての場所に、まあ先ほど言った、24箇所ですね、24箇所の単素に、あ、24種類の単素です、可能性が、非反響です、可能性がある24箇所全てについて理論計算で最適化構造をまず出してあげて、でそこから予想される、まあ、このような、グラフ、それを作って、それのグラフを一つ一つこの実測値のグラフと比べて統計的な、手法でどれが一番妥当かというのを、比較しました。それを表示したのがこちらになりますが、まあ詳細はいません。で、その結果で、がこちらになりまして、こちらのような実測値と、あと実際に理論計算で得られた、このバーグラフのようなものを比較したところ、この例えば化合物 1B っていうのはこの C の14っていうところに期間がついた、時にこういう、パターンを見せる、バーグラフのパターンを見せる。 1C の場合は C の18につく時にこういうパターンを見せる、ということが分かりました。つまり実際に実験的にやったのは、で、プロの NMR を測って、プロットしてこのバーグラフを作ったということなんですけど、その後、ちゃんとした、解析モデルを当てはめたことによりまして、これだけで実際このフラグのどこに機関がついていたのかということが分かったということがここまでの話です。ちょっとややこしくて、すみません、何度も話してるんだけど、ちょっと僕の力不足で平たくしゃべることができません。まとめますと、プロトニウム NMR 測定だけで、あとこのセリウムからの距離と角度に磁気放射が依存するという環境をうまく使うことによって、置換器の場所を、決定できると。つまり、このセリウムからどこにプロトン、今回の場合プロトンがいるかっていうのは分かる。なので、セリウムと C82 っていうのが、分子レベルのレーダー、場所を示すレーダーとして働くんだよと。ナノスケールの材料、ナノレベルの例として働くんだよというのが分かったという、お話です。はい、長くなりましたが、まあ、このように、セリウムの、磁気適性質を使うと、分子レベルでそういう将来的に何しろ分子ロボットを作ったり、あとは細胞の中に入れてその細胞の中のタンパク質の動きを見たりとか、そういうものに使えそうな分子レーダーになるということが分かりました。またこれら、ここに示したのはまた別の研究例なんですけれど、私の研究としては、化学反応、新しい化学反応を見るだけでなくて、その化学反応を使って、例えば基板の上にきれいに配列させて、内包フラーレがどういう挙動を示すのか、この場合は、電気によって、スイッチングする、強制と反性がスイッチングするという研究をしたり、あとは、電子ドナーをくっつけて、どのように電子移動して、まあ、ゆくゆくは太陽電池細胞を使えるかな、あるいは、これ、フラーレン自体が電子のドナーとして働くような、系というのも構築したりしました。以上のようないろんなことが化学反応によってフラーレンの新
しいものをつけるということによって、可能となります。はい、お話としては以上になります。3.28なんですけれど、私の研究、フラレに関してはやはり春日武先生、との出会いによって始まりました。それから、これまでいろいろ続けてこれたのは、それぞれの各先生方のおかげであります。で、最近では、残念ながら、各先生方が次々と体感されたりしているんですが、例えばフラーレン、ヒドク内向フラーレン、ヒドリーの構成などに関しては城西大学の、鈴木先生や、あとは東京学芸大学の先生方など比較的多くて、またこれからも精力的になってますので、これら、彼らと協力しながら、そして最近何度見えてきたそのナノスケールで内包フラーレンは面白い物質材料に使えそうという、知見を利用して、これから発展させていけたらいいなと考えております。ここまでご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。質疑応答の時間を設けてよろしいでしょうか。ありますでしょうか。ちょっと気取り金属内包クラブを使わせていただいているとして、教育会の方も聞いてたんです。
一つあるデメリットとして非常に収益が低いというこ、は、と、い、で、そこがマーケットというか、結構、まあ、扱いが厄介なものだと思うんですが、はい、今回もその、まあ、就職、有期就職されているということで、大体どのくらいのスケール感覚でやられているのかというのを伺いたいんですけど、非常に良いことですので、あと、ぜひその苦労を分かち合いたいというふうに思います。例えば先ほどこの研究の場合の応接金をちょっと示しますけど、これの場合は12ミリグラムか15ミリグラムぐらいこれがあったら、最終的にそれぞれが1ミリグラム取れて寝れますよ。結構そうですね。あと、その後半の方のお話とかにかかってくるかもしれないんですけど、はい、なんていうんですかね、非常に基礎科学的には興味深いなと思って聞いてたんですけども、はい、その後のその発展というか何か考える上で、まあ、例えば、やっぱり個人的な軌道に少ない僕らの、有機合成方向を考えていったり、あるいは分業をもっとなんかしやすくしたりとか、そういった方向に何か考えて持っていらっしゃったりしないですかね。まあ、不明の就職を用いて、例えば分業をしやすくするですとか、そういった方向に扱ったり。そうですね、一つ分離については少し前ですけど、秋葉さんと吉永先生たちが類似酸を混ぜると非常に、C82K がたくさん簡単に取れるというのがあるので、まあ、そういうアプローチで、収量を増やすって方法もあるかなと思います。あとこの場、皆さんの分野を盛り上げたいので私の間は少し言ってしまいますが、量子材料、今流行り量子コンピューターとか量子材料としてこれ使えれば、そもそも何でしょう、量子コンピューターが最近言われてるのは、これ一つが機能して、これが8個もあれば今のスーパーコンピューターをある方面で上回る線ができると、そういう分野に行けば量が少ないのは問題にならなくなるんじゃないか、そういう発展の方法もあるか。ありがとうございます。ぜひ後でいろいろ相談させていただけると思います。他はいかがでしょうか。さあ、私が計算を主にその DFT を使ってたと思うんですけれども、はい、例えばその電子相談を入れた、はい、規定関数が、はい、良かったり、はい、私はしたんですけど、それいかがでしょうか。はい、今回使った関数でした。M06 でした。そうですね。そこまで深い比較はしてないんですが、これはあれ、これは相関入れてないんで、そうです。シンプルで、そうですね。シンプルで P3 リップ。はい、最初に P3 リップと P3 リップの D3 とあと M06 の3種類だけです。